味しいクレープの屋台見つけちゃった。みんな誘ってまた後で行こうっと。あ、はるなちゃん。トモさん、こんにちは。本読んでるの？ロビーの雰囲気と読書するはるなちゃん、すっごく合ってるよ。ありがとうございます。でも、こんなところでどうしたの？それは、くるみさんのせいと言いますか。くるみちゃんのせい？はい、部屋にいるといたずらを仕掛けてくるので、あまり落ち着けず。なので、お恥ずかしながらこちらに移動してきたという次第です。へえ、そうだったんだ。でもでも、それが落ち着いたお嬢様っぽくていい感じだと思う。私、はるなちゃんのお嬢様な感じ、前もいいなって思ってたんだ。前、というと、前回のコラボユニットですか？そうそう、どうやったらそんな風になれるんだろうって。何かコツとかあったりする？コツですか？そうですわね、ご期待に添える回答かは分かりませんが、例えば食事のマナーには気を使っていますわ。音を立てて食べないとか、フォークやナイフのカットカットカトラリーですか？そう、それフランス料理とかだとそういうのの置き方も決まってるんだよね。一応ですが、マナーとして決まっていることが多いですわね。他には荒く見える動作をしない、例えば笑う時にあまり大きく口を開けないとか、落ち着いて見えるよう身振り手振りを大げさにしないとか。アリスガー学院の生徒としていつでも恥じない姿でいるよう常に心がけていますわ。へえ、すごいね。あとはそうですわね、トアさん、この本を頭に乗せて落ちないように歩いてみてください。そんなの簡単だよ、貸して貸してよっ。ほっ、ほら。そうではなく、少し本をお借りしますね。このように自然な姿勢で華麗に進むのです。淑女にはどのような時も平常心が大切なのですわ。うわー、はるなちゃんすごい。頭に本が載ってるのに普通に歩いてく。え、これ本当に落ちないの？なんで？慣れですわ。鍛錬を重ねればどなたでもできるようになります。さあ、トワさん、今の私のように歩いてみてください。わかった。ひょっと。お幅が大きすぎますわ。もっと小さく。あ、うわー、本に気を取られて背筋が曲がっています。しっかりと伸ばしてください。あの、はるなちゃん、私そこまで本格的にやりたいわけじゃ。一度やると決めたからには最後まで達成すべきです。さあ、呼吸を整えて集中してください。ひぃ、淑女はそんな風に叫びませんわよ。は、はい、申し訳ございませんです。そのまままっすぐ歩いて。体が揺れていますわね。それでは落ち着きなく見えてしまいますわよ。笑顔も忘れずに。さあ、にっこりと微笑んで。誰か助けて。ブシロードゲームズ。